オフロードでナナナちゃんに仕掛ける。あーナナナ、俺が捕まえるぜ。バリキツオフロード、オフロードで全力キッズ。残すは団長とゆかり。くそ、あいつは一体どこにおるんや。特にゆかりさんは足だけじゃなくて技術もある。見つけられ。残る2人は一体どこに。どこ行ったの。全然見つかれ。第1回出た。やばい、団長。どうだったら団長来た。あ、壮絶なデッドヒートの幕開け。団長、まさくんのこれ足きてんぞ。さっきね、あのお風呂でナナさんをかなり追っかけましたから。え、行くぜ。差はなかなか縮まらない。差が一気に縮まる。しかし、やばい。やばい。横にならないでくれ。ここは団長の意地が勝る。坂道が二人の体力を奪っていく。そして二人はストレートへ。団長捕まるじゃない。ねぎらえよ。ねぎらえよ。うせえろ。ここまで頑張るって、とりあえずここ通過までは頑張ろう思て。すいませんでした。すいません。こんなねぎらわれへんゴール。なんて日だ。残るはゆかりのみ。みっけ。どうにかって見つかったよね今。やべえ。いや、もう見つかった。
あー、これで念願の全員捕獲に成功しました。やった、やったー、やったー、やったー、確保しました。残念。やっぱプロ違うわ。早いな。えぐ。プロもあれでも手抜いてます？いやいや、もう団長に足めっちゃ削られました。見てましたよ、そこでずっと。びっくりした。ゆかりさん見つからんし、全然。え、私でもずっとそこにいたんですよ。え、隠れてたの？隠れてた。隠れてた。隠れとったんかい。まあ、まあまあ、言ったら隠れてた。女藤本って呼ぶぞ。さあ、勝利の鬼チームにはプレゼントです。どうぞー、こちらー。いいだー、ありのプロイティーだと受け取っていただければ。1年分プレゼントさせていただきます。圧倒的な回復力で限界突破、最高のパフォーマンスをサポートするカルノパワー。バイズロードさんから、グローブ、そしてインナーですね。そしてカペルミュールさんからはジャージを。街に溶け込むデザインのサイクルウェアブランドカペルミュールから、グレイとネイビーの人気の長袖シャツジャージ、ワイズロードから人気のオリジナルブランドアンタレスのグローブとミズノのアンダーシャツ、汗を吸って発熱するハイテク素材。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、やべえ、マジで嬉しいわ。だって俺今日の格好見て、めちゃくちゃつけつけやん。もう裸同然やもん。もう寒いからちょっと今もう早速着らせてもらうわ。マジで嬉しい。グローブも、いやー、大田いかがでしたか。どうでした、まず健太さん。いや、第一走者でしたけど、しんどいわ。ねえ、えぐいですよ、飛距離を労力ね。いや、本当にきついし、みんな走れるし、残る人はせこい人か早い人か。それで後半に行けば行くほど辛くなる。そう、誰が一番強敵でした。やっぱり篠さん、ダウンヒルとかコーナーめちゃくちゃうまい。すごいわ。あとね、俺藤本を全く見なかった。あのずっと隠れてたんですけど、あの寂しなってきて出たら捕まりました。いやでも楽しかったです。はい、今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。自転車最後、最後、第3回をお楽しみに。